iTunes ストアをクリックします。購入したいアルバムやアーティストをクリックします。番号をクリックすると、視聴できます。視聴中の曲が表示されます。購入するには、価格ボタンをクリックします。 Apple ID とパスワードを入力し購入をクリックします。ウィンドウの内容を確認し購入するをクリックします。再度、パスワードを入力します。請求先情報をクリックします。クレジットカードの情報を編集します。セキュリティコードを入力し 完了をクリックします。自動ダウンロードをオンにすると、自動でダウンロードします。自動的にダウンロードする項目を選び、OK をクリックします。iTunes Store で、音楽を購入できました。ライブラリに戻り、 確認してみましょう。購入したものをクリックします。先ほど購入した曲が、購入したものリストに追加されました。